どうもこんにちは、ザワチャンネルです。関東インカレ、全ての日程がね、終了いたしました。本当にね、各種目、トラック、そしてフィールドともにね、盛り上がりまして、ザワチャンネル、トラック種目、やっぱり塩尻和也選手ですかね。もう5000、1万と、しっかりとですね、もう日本人学生トップのね、安定感、そしてこの力強さをね、見せつける結果になったんじゃないかなと。しかも1万メートル、ワンブイ、ニャイロ、そして塩尻と、これ、3年間ね、同じ顔ぶれだったということでもね、ツイッターをちょっとざわつかせたわけなんですけれども、今日お話しするのはですね、この関東インカレの結果によってですね、1校、箱根駅伝の本戦を決めた大学があると、そちらについてね、喋りたいなと思っております。何かとね、こちら長距離種目ではなく、違ったことでね、今世間をざわつかせている日本大学、この日本大学が今回、関東インカレ総合トップ、しかもこの日本大学今回で総合優勝7回目ということで、こういったね、記事が出てたんですよね。来年1月に行われる第95回記念大会の箱根駅伝では、関東インカレ成績枠として関東学生対抗男子一部の14年から18年の5大会の総合得点が最も多い大学に出場権が与えられることが2014年に決定済み。これにより5大会累計 701.5 点で2位の順大を 185.5 点引き離してトップになった日本大学が、今年の予選会を免除され本戦に出場すると。そうなんですよ、この2014年から14、15、16、17、18、この5大会の累計得点が最も高い一部の大学に、この箱根駅伝の予選会免除で本戦へご招待ということがね、もう14年、決定してたんですよね。でも今回日本大学7連覇目ですから、もうこれは揺るぎなく箱根駅伝本戦に出場すると言ったところなんですよね。いろいろ調べてみたんですけれども、今回のね、日本大学、関東インカレ、トラック種目に関しましては、ワンブイ選手がね、しっかりと5000と1万、2冠、達成しておりますけれども、それ以外の選手は、入賞してないんですよね。可能性を感じさせる走りをした選手っていうのは何人もいたんですけれども、この関東インカレのポイントっていうのは、トラック種目、そしてね、フィールド種目も含めての総合得点になってくるんで、トラック種目で得点を稼げなかった日本大学がどうして総合首位になれるのか、それをですね、ちょっと調べました。いやー、日本大学ですね、トラック種目も確かに強い部分はあるんですけれども、やっぱりね、短距離種目、そしてフィールド競技がね、ズバ抜けて強いんですよね。ちょっと見ただけでも、棒高跳びも2位、3位、4位、走り幅跳びはね、橋岡選手、今回ね、追い風参考でビッグジャンプしたことでも話題になりましたけれども、そしてやり投げも強い。で、マイルリレーもですね、優勝してるんですよね。そういった各種目の総合得点で日本大学が優勝していると。いうこともあって、もともと関東インカレって、予選会とかね、詳しい方は知ってらっしゃると思うんですけれども、昔予選会にインカレポイントっていう制度があったんですね。今はないんですけれども、やっぱり箱根駅伝っていうのは、本当大学の宣伝にめちゃくちゃなるんですよね。そして、古くからの伝統校ではなくて、新興大学ですよね。今から大学の知名度売るぞっていう大学にとって、この箱根駅伝っていうのは絶好の広告媒体と。なるということで、長距離種目に力を入れ始める大学が続出したわけなんですよね。そういう風な傾向ですよね。この長距離さえ力を注げばいいというね、短距離フィールド競技はどうでもいいんだというような流れにね、待ってをかけるわけじゃないんですけれども、そういった意味合いも含めてのこのインカレポイント制っていうのをね、昔取り入れたことがあったんですよ。
で、まあ、そのインカレポイント制によってですね、予選会ではタイムでは上位に来てるのに、そのインカレポイントが加算されたが上に逆転で予選会敗退するというね、ケース、まあ、青山学院大学もその一面にあっておりますし、いろいろね、物議を醸し出した制度なんですけれども、まあ、今回は95回の記念大会なんで、インカレポイント枠ですよね。もう予選会を走らず、本戦への出場が確定ということなんですよね。日大は前回の予選会では次点の11に終わり、本戦出場を逃した。2年ぶり88回目の箱根路に挑むことになった日大の武者義之監督は、懐かしくで思い切った練習をして駅伝シーズンに備えますときっぱり話したと。当面の目標は全日本大学駅伝の予選会、経験を積むためにも予選を突破して全日本大学駅伝に出場したいと、指揮官は前哨戦へのチャレンジに意欲を示したと。まあ、こういった制度で日本大学箱根駅伝の本戦の出場を決めましたけれども、やはりね、武者監督も言ってらっしゃる通り、チーム全体のね、底上げですよね。まあ、関東インカレ、まあ、ワンブイ選手以外はね、入賞者なしと、長距離種目、まあ、寂しい結果に終わってますんで、まあ、その中でもね、ルーキーの北野選手、八重畑選手、そして今年、学生連合でね、箱根路を走った阿部選手、そして一度、ザワチャンネルのね、インタビューにも答えていただきました、竹本選手。本当に、まあ、今からのね、成長が楽しみな選手っていうのはたくさんいるんでね、まずはやっぱり全日本大学駅伝、関東予選会、ここでね、しっかりもうワンブイだけのチームじゃないんだと、インカレポイントに救われただけのチームとね、言わせないね、レースを、ぜひとも全日本大学駅伝関東予選会でね、やっていただきたいなと思っております。まあ、いろいろね、日本大学、まあ、いろんな面でね、本当に大変なところはあるとは思いますけれどもね、しっかりと気持ちを持ってね、目標に向かって突き進んでいただきたいなと思っております。本当に、まあ、日本大学が箱根路を走らないっていうのはね、ちょっと駅伝ファンとしても寂しいものがありますんで、ぜひとも頑張ってもらいたいなと思います。今日はこの辺で、ザワチャンネルでした。そしてやっぱりね、4回戦、加藤匠選手の復活ですよね。もう去年、おととしとずっと、まあ、チェックはしてたんですけれども、本当ね、ルーキーの時の全日本大学駅伝、3区、区間5位ですか？もう衝撃デビュー飾ってるんで、まあ、ちょっとね、去年、おととしと苦しんでね、ますけれどもね、今季、まあ、2015年の再現じゃないですけれどもね、加藤選手にはね、本当にね、復活してもらいたいなと思ってます。